皆さんこんにちは、笠子と申します。1975年生まれ、川越高校卒業、中央大学法学部卒業後、就職氷河期のためサラ金大手アイフルに入社、不動産担保ローン部門でトップセールスマンに、その後2年で仕事を辞めてアジア放浪3ヶ月の旅に、その後どうしてもやりたかったライターカメラマンの仕事に、就きたいと思い、2000年に編集プロダクションに転職、2012年まで3社の編プロでライターカメラマン編集者として勤務、2012年に独立した後、2014年に好きを仕事にする大人塾を開講し、現時点で2045名の受講者98期生まで実施しております。現在は企業副業を支援するオンライン笠子塾、漫画家さんのための背景資料集を Amazon Kindle で販売したりする仕事をしております。